コチャバンバ都市圏の地図。酒場は右端。酒場は、ボリビア中央のコチャバンバ県のチャバレ軍の軍と。2012年の人口は15万110人。県とコチャバンバの1 3トル東に位置し、県内第二の人口を持つ、コチャバンバへの通勤者が多い。人口増加が激しく、1976年から2012年の36年間に、 約27倍になった。国内総人口と比較すると0.12%から約12倍の1.49%に、県の人口と比較すると0.77%から約10倍の7.73%に急増している。2002年、アメリカ合衆国が強引に押し進める国家撲滅作戦への反乱が起きた。その結果、国家農家運動と ボリビア社会主義運動の指導者であるエボモラレスは、酒場のコカ市場の閉鎖に反対したことによって、会員議員から除名される。後に除名は、違憲とされ、復帰する。2006年、モラレスは、先住民として、初めて、第80代大統領に就任した。後にモラレスは、先住民の伝統的な生活必需品として、コカの栽培を促進するのであり、コカインの生成。 密輸は許さないと述べた。シティポピュレーション閲覧日。2017年6月23日。ありがとうございます。